皆さんこんにちは、水筒オーケストラの、山越です、今日は、また僕の、趣味の一つである、マラソンの、動画になります。今僕は、別海町というところに来てます。今日は10月の2日日曜日です。別海パイロットマラソンというのに参加するのに昨日ですね、札幌を出まして、約車で6時間ぐらいですね、かかりました。結構遠かったです。はい、でこの大会は3年前ですね、コロナの前に一度出て、その時の記録が今の僕の、ベスト記録になってます。確か3時間32分ぐらいだと思います。今回は、その記録をちょっと上回れるように頑張りたいかと思っています。はい、今日もいつもながらこの、白いシャンパンを、札幌から、持ってきました。でこれをまず食べて、あと1時間ぐらい後にスタートなので、それに備えたいと思っています。はい、それではアンパン食べて、ね、準備したいと思います。うん、うまい、まあ、食べたら頑張れそうです。走ってるところはちょっと取れないと思うので、ゴールした後にまた、撮りたいなと思ってます。それでは頑張ってきます。はい、ということで、今ゴールして、落ち着いたところです。今回、すごく調子が良かったです。記録の方が、3時間25分ぐらいでした。今まで、僕のベストが、3年前の別海マラソン、今回やった3年前だったんですけど、3時間32分がベストだったんですが、なんとか今回は、3時間半を切ることが、できました。やりました。まあ、これも、走る前に、白いシャンパン食べて、力をつけたのが良かったのか、僕の練習の成果が、実ったのか、その辺は分かりませんが、なんとか達成することができました。はい、でこれから、近くに養老牛温泉という、温泉、これも3年前に行ったことあるんですけど、そちらに行って、そこからまた6時間かけて札幌まで帰りたいなと思っております。ということで、今日は山ちゃんの、プライベート動画で、フルマラソン走ったぞということで、お送りしました。また、よろしくお願いいたします。さよなら。車で道路走ってると、動物注意という標識があるんですけども、こちらは僕が見た感じでは、牛が乗ってました。おそらく牛横断注意だと思います。これも別海ならではの、標識だと思います。こちらが、別海町パイロットマラソンの、写真撮影スポットなんですけども、僕が持っているこの、発泡スチロールなんですけども、これ3箇所でですね、中身は鮭の塩漬けが、1本入ってます。こちらになります。よくマラソン大会では完走したらですね、T シャツとか、メダルとかはもらえるんですけど、こちらの大会は鮭が1本もらえるようになっています。